先輩先輩、かすみん、次のソロイベントに来てくれたみんなから可愛いって言われたいんですけど、どんなことすればいいですかね。いえいえ、それだけじゃ足りない気がするから聞いてるんですよ。あー先輩好き好き。それはかすみんも分かってるんですけど、でも今よりもっともっと可愛いって言われるための作戦を考えたいんです。いえ、ニコニコにとかないんで、何年前のセンスだよって思いません？っていうか、何年前でもそのセンスはないんですが。それに、みんなに向けての挨拶っていうよりも、もっと身近で思わず胸がキュンとしちゃうような、私を応援してくれてる人たちだけが特別に思えるようなことがしたいんです。そうです、そのちょっと言葉が乱暴になっちゃいましたけど、別にニコ先輩のことをバカにしてるわけじゃないんですよ。あのセリフはニコ先輩が作り上げてきたものだし、あの人だけの可愛さっていうか、かすみんの美学とは違うだけっていうか、だから新しい何かを考えたいんです。かすみんの可愛さは先輩が一番よく知ってると思うんですよ。だから先輩が思うかすみんの可愛さを教えてください。全部言ってくれちゃっていいんですよ、かすみん聞いてますから。にふふん。えひひ。砂赤くなんてなってませんよ。まあ先輩が言うようにかすみんの可愛いポイントはたくさんあるってことですよね。なんでそんなこと知ってるんですか。バレないようにこっそり読んでたのに。なんですか。今の流れでどんないいこと思いつくんですか。されたらかすみん二度とステージに上がれなくなっちゃいますよ。もうそういうんじゃないんです。はぁ、なんかここまでこれだってのが出ないのやばくないです。かすみんのイベント大丈夫かな。それはなし、なしです。はぁ、読んでる姿は絶対に見せたくないですけど、でも今回はファンレターのお礼を言おうと思います。感想とかお礼とかいっぱい言いたいことあるんですよね。そうですね。じゃあかすみん、それをやってみますね。よーし、あとはかすみんの歌声でファンのみんなをもっともっと可愛い